宮街を見てみたいと思います。ここ結構好きなんですよ。ここ結構ここですね。僕がすごい気に入ってるゾーンです。ここはここの通りすごい綺麗なんですね。夜もっと夜だともっと綺麗になりますね。まあ大体三条河原から、五条大橋にかけてですね、あ、すごいこういうのいいですね。すごい雰囲気いいですよね、こういうとこね。すごいね、こういうとこいいじゃないですかね。おお、すごいいいじゃないですかね。こういうとこいいな、すごいな、こういうとこ雰囲気出てますね。いいっすね。いいね、この街をね、こうゆっくり歩くのが僕は好きなんですね。こういうとこいいじゃないですか。何これ、本当京都って感じですね。これ大きいんです。怖い、すごいよね。落ち着きますね、心がね。わあ、すごい。すごいね。こういうのとかね、すごい。焼肉だって。すごいね。感じて出ますね。いいですね。東山。これは見る。これで、あ、これはって。もうちょっと暗くなると綺麗になるのかな。ね。うわ、これはずっと続くんですよね。うわ、といいじゃないですか。ね。ということで、おすすめのロードでした。すごい、美味しそうですね。うまそうだ。戦闘機ね、これです。美味しそうじゃないですか。本日もおすすめ。ね。ここが四条大橋ですね。ね、四条大橋。ああ、本当かね。アイスクリーム屋だ。あ、こういうの美味しそうじゃない。こういう味が出てるじゃないですか。こういうとこ、こういうとこいいですよね。こう水がタラ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 流れてる。あ、いいね、いいね。すごい。そう、いい感じの、ね、場所ですよね。わ、ホルモンだ。美味しそうだな、ホルモンとか。いいな。ホルモン千葉、京都本店。あ、美味しそうだ。あ、すごい。こういうところ、良さそうですね。
ここが五条大橋ですね。